この動画には、以上の要素とモッドが含まれています。ご理解の上、視聴してくださいね。よう、毎度どうも、ゆっくりマリサだぜ。毎度、アインです。解説役の達也です。前回スケルトロンを倒し海の様子を見に来たところから続きです。シャコにパンチされて木図になりましたけどねー。さすがに300以上のダメージは想定外だぜ。まあ、今回は近くにテントも置いたので何度でも戻れます。死ぬこと前提かよ。とりあえず、海の中が危ないので足場を立てる感じですけどね。しかし、そうなってくるとサメどうするかね。ああ、それなら古来からのやり方で呼べばいいんですよ。ああ、足場できたらいつもながらにこっちにおびき出す感じか。足場できましたー。さっき私が死んだのが。エビジャコはいないみたいですね。完全に難易度とか関係ないような火力だったから、ちょいと確認はしてみたいよな。お？海ですね。海？海ってあんなアクティブに海面に来るんだっけ？ようやくサメのヒレをゲットです。それじゃあ、サメも出現を確認したので、ひとまずこれで。ああ、この雲なら密着して出せば1ブロックは貫通するのか。OK です。青いろうそくを置いて、敵も10倍は気にしました。前回のスケルトロンをにアステロイドで30倍試したら、フリーズしたんですよね。ああ、あのワーム追加後か。あれの胴体が妙に重い処理のようで、攻撃も1パーツから飛ばしてくるタイプですからね。なので脇数をいじる際は、10倍あたりから様子見することにしました。よし、1マスずつ開けて。おお、ええやん。雨だと、アイテムが下に行っちゃいますけど、これならそのまま取れますからね。なんか水面に箱っぽいのがプカプカしてるけど、なんだあや。モンスターって感じでもないですけど。結構いろいろ手に入りましたね。もうちょいサメのヒレが手に入ったら帰るとするか。ですかねー。結局、横の浮いてるのは忘れ去られたままでしたとさ。それじゃまリサーチ完了していくか。ひとまずサメのヒレ。なんでしょうこれ。と思えばペットですか。禁断のものを引き寄せるってなんだよ。あなたなーに？わからん。なんだこの生物。よくわかりませんけど、とりあえずサメで作れるものを確認ですかね。ミスリルアンビル使うのも多いのかね。カラミティの武器は大体ハード以降のものっぽいですねー。逆にスピリットのはすぐにでも作れるな。え、なになに今のは。それがハートを巻いてたぞ。説明文はお父さんなんですね。どういうことなんだぜ。
そんなわけでサンゴとサメのヒレを使って作ったものをお試し。全部スピリットのやつかなこれは。多分サンゴを召喚する本なんだろうけど、グロいな。今度は何を発射してるんでしょうか。釣り餌っぽいのにも見えるけど、肉塊かなお、なんで地下に？水中用のマウントみたいなんですよね。おお、マンタか。水中ならかなり自由に動けるみたいだな。以前の深淵を探索するときにいいかもですね。さて、それでは改めてダンジョン探索に行きましょうか。結局、その爪のままなのか。なんか久しぶりに気に入っちゃって。ダダーク瀬島で攻撃速度を上昇させた結果、正面の攻撃が消えてしまうということがあるので、上げすぎもほどほどにが良いですね。割と困るんだよな。今のスライムとかが倒せないとかもあるんですよね。しかし、本を回収してるけどマシルベショってこのバージョンどうだっけ？ウォーターボールですよね。出るはずなんですけどもね。確か老子が追い込んだったと記憶してますが。モッドで他にもあるかもしれないからと見つけ次第取っちゃいるけど。で、メカニックさん見つかりましたね。お早い発見で助かるぜ。危ない危ない。今助けます。撃ってるのはあまり変わらない感じかね。そうですねー。拠点にお部屋用意してるのでどうぞー。で、ダンジョン発金箱は？村正ですね。お、なんだそれ。先ほど海でサメと一緒にウナギもいたんですけど、それが落とした杖ですね。一定距離で止まって次に行く感じか。チェーンライトニングとはまた違った感じだが、便利だな。というか、なんです。この壁。背景に擬態しているタイプの敵か。こんなのもいるんだな。コバルトシールドもゲット。今回は純正アクセをほぼ使ってないからなんともだが、素材に使うだろうなぁ。ああ、さっきの壁の敵はこの骸骨と同じで呪い持ちでしたか。面倒なやつじゃん。お、これまた知らない杖ですね。スカルスプレイスタッフ、骨の祈りの杖？壁とか関係なく使えるタイプでなかなかいいですね。一定回数までヒットで消えるんだな。スピリットはそこいらのバランス取りはとても良いと思います。分身は本体倒しても消えないんですね。ダンジョンの見たことないのは、全部スピリットのばかりかね。今のところから見ていいのは見てないですね。インベントリが厳しい。アイテム持ちすぎなのもあるが新規アイテムもあるからな。ゴミ箱機能があるだけマシなんですけどね。ちょいとインベントリ追加系も視野に入れておきますかね。お、これも素材に。おわぁ。テラリアのダンジョン名物だよなぁ。アイテム整理してるといつの間にか囲まれてるっていうね。
変な場所に釣り堀が。さすがにここじゃのんきに釣れないぞ。壁貫通してくる敵さん多いですからねー。うん、今はいいですね。いてて、危険すぎる。潜り始めて25分。おお、なんです？なんかドクロの集合体みたいなのがいるな。攻撃するとあちこちに火が飛び散りますね。お、ハンドガン。ええやん。素材として欲しかったんですよね。地味にこれを使うのがなかなかあってな。おや？あれは何の箱だろうな。ダンジョン突入後35分経過。もうかなり潜ったんですけど、どれくらいの場所なのやら。溶岩が見えるってことは、相当深いぞここ。青いろうそくだらけですねー。にしても、蜂のおかげで結構回復できるから探索で優秀なアクセだな。おや？おお、ハード移行の鍵必要なあれか。2個固まってますねー。おや、壁の色が。なんか境目か？どうなんでしょう？特に何事もない場所だった。ハンターポーション飲むと、壁の敵がわかりやすいですね。擬態も減ったくれもなくなるからなー。今の敵は延々ポーション投げつけてきますね。緑色だから毒瓶かカースドフレームとかそこらかね。おや？なんだこや。鍵マークが出ないので、また別口の開ける手段がいるんですかね。おお、射撃武器アップ。やったー。なんだかんだでここは数が多いし、上げやすいな。お、ここにも。まあ、この箱とかは中身固定だろうしバニラ装備で使わないかもだがな。バイオーム系の箱はこれで終わりでしょうかね。いやー、普段のダンジョンより時間かかったなー。ドクロだけじゃなくて、壁でも呪いがあって攻撃がなかなかできないですからねー。ここで終わりでしょうか。いい？お疲れさん、結局ここにどんくらいこもってたんだ？だいたい50分程度ですか。うへぇ？そういえば、ここらが深淵なんですかね？深淵の範囲はわかりませんが、ある程度近い場所にはあるかもですね。まあ、ちゃんと言ったわけじゃないしな。とりあえず、一度戻ってさすがに休憩したいです。
おう、休め休め。多分起きてもやること多いしな。といったところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。またね。それではまた。